休憩前に引き続き会議を開きますこの際お諮りいたしますお手元に配布いたしましたとおり本日の日程に議事日程第1号の1を追加いたしたいと思いますこれにご異議ありませんかご異議ないと認めますよって議事日程第1号の1を本日の日程に 追加することに決定いたたししましたなお本日、日程を追加いたしましたが、これからの議事はお手元に配布の日程番号により行い、ご国各号の整理をいたしますので、ご了承をお願いをいたします。次に、日程18、第61号議案。 公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします総務委員長の審査報告を求めます28番山口正義議員 ただいま議題となりました第61号議案公の施設の指定管理者の指定について総務委員会における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます本件は長崎野茂崎恐竜パークの管理を行わせるため指定管理者を指定しようとするものであります委員会におきましては 恐竜博物館以外の施設の運用方針と地元への説明状況恐竜パークの各施設については所管部局が異なることから今後の業務分担の考え方目標来館者数を12万人と設定していることから恐竜博物館の集客効果を高めるために 教育機関との連携や市中心部からの海上交通を含めた交通手段の検討状況、市が主体的に指定管理者に対して企画・提案を行う考えの有無について正すなど、内容・検討の結果、恐竜パークの運営にあたっては、地元雇用を推進するとともに、 指定管理者だけに任せるのではなく、市と指定管理者と地域が連携して、ぜひとも成功させてほしい、市中心部から恐竜パークへの直通バスが一日を通じて運行できるよう、バス事業者への働きかけを市として取り組んでほしいとの要望を付した賛成意見が出され、 意義なく原案を可決すべきものと決定した次第であります以上で総務委員会における審査報告を終わります これより質疑討論を行います、質疑討論を終結し、ただいま議題となっております。第61号議案について採決いたします。法案に対する委員長の報告は原案可決であります。委員長の報告どおり、決することにご異議ありませんかご異議ないと認めます。 よって第61号議案は、原案のとおり可決されました。次に、日程19、第59号議案、令和3年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号および、日程20、第6 5号議案、長崎市国民健康保険税条例および、 長崎市介護保険条例の一部を改正する条例以上2件を一括議題といたします教育厚生委員長の審査報告を求めます22番木守俊也議員 ただいま議題となりました第59号議案ほか1件につきまして教育厚生委員会における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げますまず第60号議案長崎市国民健康保険税条例及び長崎市介護保険条例の一部を改正する条例について申し上げます今回の改正は新型コロナウイルス感染症及びその 蔓延防止のための措置が及ぼす影響の緩和を図るため国民健康保険税及び介護保険料の減免の特例措置を講ずる期間を延長しようとするものであります委員会におきましては新型コロナウイルス感染症の影響が続く中令和3年度の減免件数を前年度より少なく見込んだ理由と 減免件数が見込みを上回った場合に、追加で予算措置を行う考えについてただすなど、内容検討の結果、異議なく原案を可決すべきものと決定した次第であります。次に、第59号議案、令和3年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号につきましては、内容,の内容検討の結果、異議なく 原案を可決すべきものと決定しだして次第であります。以上で、教育厚生委員会における審査報告を終わります。 これより質疑討論を行います。質疑討論を終結し、ただいま議題となっております。第59号議案および第60号議案以上2件について、一括して採決いたします。各案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。委員長の報告どおり、決することにご異議ありませんか ご異議ないと認めますよって第59号議案及び第60号議案は原案のとおり可決されました次に日程21第58号議案令和3年度長崎市一般会計補正予算第6号を議題といたしますまず総務委員長の審査報告を 求めます28番山口正義議員 ただいま議題となりました第58号議案、令和3年度長崎市一般会計補正予算第6号につきまして、総務委員会所管部分における審査の経過、並びに結果についてご報告申し上げます。委員会におきましては、主従内容検討の結果、いきなく原案を可決するものと決定した次第であります。 以上で、総務委員会における審査報告を終わります。 教育構成委員長の審査報告を求めます22番木守俊也議員 ただいま議題となっております第58号議案令和3年度長崎市一般会計補正予算第6号につきまして教育構成委員会所管部分における審査の経過並びに結果について以下特に質疑意見が集中した点をご報告申し上げますまず民生費において新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中 低所得の子育て世帯のうち、ひとり親世帯以外のその他の世帯に対し、給付金を給付するための子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費が計上されております。委員会におきましては、養育要件の違いにより、給付金の申請手続きが必要になる世帯があることから、対象者への周知方法について正すなど、内容を検討した次第であります。 次に、同じく民生品において保護施設等の新型コロナウイルス感染症対策としてマスクや消毒液などの衛生用品等の各施設への配布および感染者が発生した場合の建物等の消毒に要する経費について補助するための保護施設等新型コロナウイルス感染症対策費が計上されております。委員会におきましては 保護施設等へ配布する衛生用品等の発注方法について正すなど、内容を検討した次第であります。次に、衛生費において、新型コロナウイルス感染症患者専用病床を確保するため、症状が回復した患者の転院を受け入れた医療機関に対して支援金を支給するための、新型コロナウイルス感染症病床確保推進費が計上されております。 委員会におきましては、転院患者の受け入れを行う広報支援医療機関の登録に及ぼす影響の観点から、医療従事者へのワクチン接種の進捗について正すなど、内容を検討した次第であります。以上、審査の経過の概要を申し上げましたが、その結果、コロナ禍において生理の貧困については、複数部局が関わる緊急の問題であるので、 早急な対応をお願いしたい予算審査であるため市民にわかるように積算根拠を示してほしいとの要望をした賛成意見が出され意義なく原案を可決すべきものと決定した次第であります以上で教育構成委員会における審査報告は終わります これより質疑,討論を行います質疑討論を終結し、ただいま議題となっております。第58号議案について採決いたします。法案に対する各委員長の報告はいずれも原案可決であります。委員長の報告どおり、決することにご異議ありませんか。 ご異議ないと認めます。よって第58号議案は、原案のとおり可決されました。この際、お諮かりいたします、日程7、第9号報告から日程15、第17号報告までの9件につきましては、委員会付託を省略することにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます よって以上9件につきましては、委員会付託を省略することに決定いたしました。日程7、第9号報告、専決処分についてから、日程13、第15号報告、専決処分についてまで、以上7件を一括議題といたします。理事者の説明を求めます企画 財政部長第9号報告から第13号報告、専決処分についてご説明いたします。この報告はいずれも一般会計補正予算にかかる専決処分にかかるものでございまして、第9号報告および第10号報告につきましては、令和3年3月19日、第11号報告につきましては、令和3年4月8日、 第12号報告につきましては令和3年4月28日、第13号報告につきましては令和3年5月11日をもって予算を補正する必要が生じましたが特に緊急を要したため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしましたので同条第3項の規定により報告し承認を求めようとするものでございます。 第9号報告令和2年度長崎市一般会計補正予算第21号および第10号報告令和3年度長崎市一般会計補正予算第2号につきましてはいずれも国の3次補正に伴う全天候型子ども遊戯施設整備事業費その他にかる予算の補正でございまして令和2年度長崎市一般会計補正予算第21号につきましては 歳入歳出それぞれ5億5200万円の増額補正を、令和3年度長崎市一般会計補正予算第2号につきましては、歳入歳出それぞれ5億5200万円の減額補正を行ったものでございます。また、第11号報告、令和3年度長崎市一般会計補正予算第3号につきましては、新型コロナウイルス感染症にかる 国の非正規雇用労働者等に対する緊急支援策に伴い、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費、ひとり親世帯分、その他にか,かる予算の補正でございまして、歳入歳出それぞれ3億3982万5000円の増額補正を行ったものでございます。最後に、令和3年度長崎市一般会計補正予算第4号及び 令和3年度長崎市一般会計補正予算第5号の内容につきましては、いずれも新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、飲食店等への営業時間短縮要請協力金、その他にかる予算の補正でございまして、補正予算第4号におきましては、歳入歳出それぞれ15億8865万円の増額補正、また補正予算 第5号におきましては歳入歳出それぞれ22億6,950万円の増額補正を行ったものでございます以上でございます理財部長第14号報告先決処分についてご説明いたしますこれは地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に公布されたことに伴いまして長崎市税条例 および長崎市都市計画税条例の一部を改正する必要が生じましたが、課税の事務処理上、特に緊急を要したため、地方自治法第179条第1項の規定により、先決処分いたしましたので、道条第3項の規定により報告し、承認を求めようとするものでございます。改正内容といたしましては、令和3年度から令和5年度までの各年度分の土地にかかる固定資産税、および都市計画税の 税負担の調整措置が講じられたことなどに伴いまして関係処分の整備を行ったものでございます以上でございます福祉部長、第15号報告専決処分についてご説明いたします これは障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員設備および運営に関する基準等の一部を改正する省令が本年3月23日に交付されたことに伴いまして長崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員設備および運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の 一部を改正する必要が生じましたが特に緊急を要したため地方自治法第百七十九条第一項の規定により専決処分いたしましたので同条第三項の規定により報告し承認を求めようとするものでございます改正内容といたしましては省令の文言が変更されたことに伴いまして関係条文の整理を行ったものでございます以上でございますこれより質疑討論を行います 16番中西信議員ただいま議題となりました、第15号報告、専決処分について、日本共産党会派から反対の立場から意見を申し上げます。 本件は2月定例議会で審議議決を行った長崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員設備および運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例についてその後条文整理の必要が生じたことに伴いなされたものです当初の改定内容について児童発達支援および放課後等デイサービスでの 通所支援における従業員の資格要件の適正化や、医療的ケアを必要とする児童への支援事業所において、看護師の配置を定めるなどの基準の見直しについては妥当であると考えますが、国による障害福祉報酬や介護報酬の改定はわずかであり、基準の充実に見合った報酬改定を求める立場から反対したものです。 本件についてもただいま申し述べました同じ理由で認めることはできません以上討論といたします質疑討論を終結し採決いたしますまず第 15号報告決決処分についいて採決いたします本報告を承認することに賛成の議員の起立を求めます起立多数でありますよって第15号報告については承認することに決定されました次に 第9号報告から第14号報告まで、以上6件について一括して採決いたします。以上6件を承認することにご異議ありませんか、ご異議ないと認めます。よって第9号、第9号報告ないし、第14号報告、以上6件については承認することに決定されました。次に日程14 第十六号報告、専決処分の報告について及び。日程十五、第十七号報告。専決処分の報告について、以上二件を一括議題といたします。理事者の報告を求めます。<上>文化観光部長。第十六号報告、専決処分の報告についてご説明いたします。これは住居表示の実施に伴う。 公の施設の1の表示の変更にかかる条例の改正について市長の専決処分事項の指定に基づき専決処分したもので地方自治法第180条第2項の規定により報告するものでございますその内容は出島メッセ長崎に住居番号をつけたことに伴い同施設の1の表示を変更する必要が生じましたので出島メッセ長崎条例について 別紙記載ののり改正したもででございます以上でござざいいまますす以上部長第17号報告、専決処分の報告についてご説明いたします。これは工事の請け負い契約の契約金額の変更につきまして、市長の専決処分事項の指定に基づき、専決処分したもので、地方自治法第180条第2項の規定により報告するものでございます。 その内容は、まず林道大崎線地滑り災害復旧工事の受負入契約につきまして、岩盤内部に亀裂や空洞があることが見込まれたため、亀裂箇所付近全体をすぶきするなど、施工内容を変更したことなどにより、別紙記載のとおり契約金額を変更したものでございます。次に重要文化財、旧グラバー住宅保存修理工事の受負入契約につきまして、別途発注の旧グラバー住宅展示設計整備業務委託の結果、 投資予定していた床上げ材およびカーテンの種類に変更が生じたことなどにより、別紙記載のとおり、契約金額を変更したものでございます。次に、指導西ヶ丘町、西町1号線、道路改良工事、かっこ2の請負契約につきまして、のり面の速攻工を施工するよう、工程を見直したことなどにより、別紙記載のとおり、契約金額を変更したものでございます。以上でございます。 ただいまの報告について質疑はありませんか質疑を終結いたします。以上2件は地方自治法の規定により報告されたものでありますので、ただいまの報告によってご了承をお願いをいたします。次に日程16、財務監査、行政監査および例月追悼検査に3月分、結果報告についてはお手元に 配布されております。報告書のとおりであります。本件は地方自治法の規定により、報告されたものでありますので、同報告書によってご了承をお願いをいたします。次に日程17、包括外部監査結果報告については、すでに配布されております。報告書のとおりであります。本件は地方自治法の規定により、 報告されたものでありますので、同報告書によってご了承をお願いをいたします。この際、お諮りいたします、今臨時会における議決事件について、その条項、地区、数字その他の整理を要するものにつきましては、会議規則第41条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思います。 これにご異議ありませんか、ご異議ないと認めます、よってこれらの整理を要するものにつきましては、議長に委任することに決定いたしました。これをもって、会議に付された事件はすべて議了いたしましたので、令和3年第2回、長崎市議会臨時会を閉会いたします。ご苦労さんでした。